にちは、医学部受験10名ゲート塾長の細井です。さて今日はですね、紅の豚にも出ていらっしゃった、マルコさんが来てくださってます。今日よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、キャセス TV の、マルコって言いそうになったじゃないですか。はい、小林です、よろしくお願いします。あ、小賀翔さんですか。そうなんですよ。あ、そうなんですね。あ、なるほど。あのアドリア海を飛んでた頃とは随分、はい、飛んでない。あ、なるほど、はい、1年半ぐらい前に一番最初に出た動画、皆さんちょっと概要欄に多分貼ってくださいよ。あ、小賀翔が出たんですね、はい、扱いがすごい違うんですよ皆さん。見てちゃんとね、あのこういう悪い人なんだってことをぜひ皆さん理解してください。なるほどね、はい、まあ自分のね人徳を否定しないってところがやっぱりね人としての格の差を感じますよね。そうですね、はい、はい、で小賀翔もね、ついに今年から塾を始めいや、ありがとうございます、はい、はい、なんか順調なようで。そうですね、はい、個別指導塾キャスター室ということで、まあ、全てオンラインで、はい、指導させていただいて。素晴らしい。まあ、キャスター室 TV のことは皆さんもね、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、概要欄貼っとくんでぜひ見てくださいと。で、まあ、同じ塾経営者としてですね、はい、まあ、僕のはちょっと長いですけども、まあ、それ以前にね、まあ、その教育コンテンツとしてはもうものすごい、まあ、分量と、あとはもうね期間長くやってると思うので、うん、受験生のことについてはね、まあ、かなりの知見があると思うんですけども、うん、実際やっぱり、まあ、これいろんな YouTuber に聞いてるんですけども、はい、やっぱり受かる子の特徴っていうのをね、うん、みんなにまずね知ってほしいなと思うんですよ。なるほど。なんでかっていうと、まあ、それを分からずに進んでも意味ない、うん、僕らは分かるじゃないですか、この子受かるだろうな落ちるだろうなっていうのを分かっちゃってるわけですよね、うん、僕らは答えを知ってる状況で、まあ、その子にものを伝えていくわけなんですけれども、はい、それを最初から本人が自覚できていればかなりそのスキップして進める部分っていうのがあると思うんですですね。なので、まあ、僕は常にもう動画で言ってるんですけども、また違う角度から、まあ、小林塾長の方から、まあ、こういう子が来たら受かるよねっていうのを何個がいいですか。はい、とりあえず1個まず集約しましょうか。じゃあまずは1つ、1個集約すると、もう端的に言えば当たり前度が高い子につきますね。ほう、これは新しい表現ですね。はい、当たり前度が高いというのは具体的にどういうことなのか。勉強時間にしても、例えば3時間やるのか5時間やるのか10時間やるのか、その自分の中での基準がもともとやっぱり高い子とか、うん、高く設定できる子、今まで頑張ってなくてもいやどうせやるんだったらもう10時間やってるわと決められる子、そういう子がやっぱ結局受かります。ほう、なるほど、はい、簡単に言うとモチベーションめっちゃ高いってことですよね。そうですね、うん、はい、だからそのモチベ高い子は、まあ、当たり前ですけど僕らも来た瞬間にもうこいつは受かるやろな、熱量が違うぜっていうふうになるじゃないですか、うんうん、だからまあこれは適切に与えてあげれば、道をねこっちだよって示してあげれば、勝手にねこう強いスカラー量でベクトルは正しくなってれば進んでいくだろうと思うわけですけども、まあそうじゃない子をどうしたらその当たり前度を上げることができるんでしょうか。基本的には成功体験の積み重ねだと思いますね、はい、まあ、例えば3時間しかできない子でも、例えば3時間とりあえずやって、それを例えば1週間やれば何かの成果は出るので、うん、もうすごいできたじゃないかと、もうちょっとじゃあやってみようか、次の週は4時間できるかもしれないし、次また5時間6時間と増やせるかもしれないので、まあ、最初自分のこうレベルというか当たり前度が低かったとしても、それをまあ講師とうまくコミュニケーションしていくことで上げられることは可能だと思っているので、まあ、そういうところには僕らも力入れてるますね。こんな生半可なことやってるんですか。生半可いや、なんかこれ結局さ、はい、やっぱり僕ら思うのは時間との勝負、まあ、当たり前度っていうのを上げてったら、うん、まあ、この上げてくフェーズで受験終わっちゃうやんけっていうことがありますよね。だから、うんうん、そういう時に例えばそれをね、まあ、伝えてあげるわけですよ。もう入塾した瞬間に、うん、このままのペースだとまあ受かりませんよと、まあ、うちの塾の場合はもう言うんですけど、うちも言います。そうです、はい、まあ、そのペースは、まあ、考えますけどね、はい、だ当然その3ヶ月も4ヶ月もかけてちょっとずつ増やしていくようではダメなので、それはもうすぐに1週間に1時間ずつ増やすとか、あ、1日ですよ、うん、あの増やせば週に7時間ずつ増えていくことになるので、うん、まあ、例えば4週間やれば週に28時間増えていくってことになれば、まあ、結構分量としてはもともと30時間やってて28時間増えれば週に58時間なので、まあ、週に60時間ぐらいやれば、まあ、そこそこ当たり前では高くなったと思いますし、まあ、それぐらいのペースではまあやりますけどね。なるほどね、はい、小林塾長がこう受からないんじゃないかなと思った時には、うん、なんていう言葉をかけてあげますか。受からないと思った時には、え、でも受からないよっていう話はまずします、このままだと。なるほど、うん、ただそのなんで受験をしたかったのかとか、その最初の気持ちをやっぱり思い出してほしいですよね。やっぱり受験をするって決めたのはもちろんまあ親から言われたとかいろいろあるかもしれないですけど、自分の口で志望校を言わせるので、うちはなのでそこに行きたいという気持ちの裏には何かあるはずで、それをもう一度ちょっと考え直してもらって、まあ、再度勉強に向かっていっていただくのがいいんじゃないかとは僕は思ってますけどね。もちろんいろいろ切磋琢磨で手を返し品を変えやりますけど、はい、
受験とか合格とか、まあもう引いて言うと成功ですよね、に必要なものって、もうその成功者が言ってることってもう一緒なんですよね。だからその一律のルールにのっとってるだけであって、別に特別なことっていうのは必要ない。つまり現状と目標との距離感をつかんで、じゃあそこから逆算して、まあ今どういうペースで自分のモチベを上げていけばいいか、実際ね実務をどれぐらいのスピードで進めていけばいいか、ただそれだけなんですけども、まあそれがなかなかね、要は分かってること分かってない子がいますよね。そうですね。だからそこをね、どうこう伝えて、より効率的に、より気づく子を増やすかっていうことが、もう僕らね塾経営者のもう悩みの種なんですよね。そうですね。いや、すごく分かります。はい、はい、まあみんながみんな僕らの思い通りに動いてくれればいいんですけども、当たり前ですけどもね、入塾するまでの人生っていうのは僕ら見てなかったわけですから、まあそのスタートラインっていうのは人によって違うっていうのは当たり前なんですけども、じゃあそこからね、その目標がどれぐらい高いのか、乖離がどれぐらいあるのかっていうところをね、まあどう効率的に埋めていくかっていうのを常に考えてるわけなんですけども、キャスト室さんの場合はまあ、どういう生徒さんが多いんでしたっけ？うちはですね、まあでもどんな生徒さんもいます。それこそ医学部志望の方もいますし、まあ、東大医学部レベルから、まあ、総系、文系、理系もいますが、比較的多分理系の子が他の塾さんの割合よりは多分多いと思います。その医学部じゃない理系の生徒さんですね。小場所文系なのに YouTube の企画でも理系を結構テーマに扱っているので、うん、なのでそう、僕文系なので文系の子多いかなと思って募集をしてみたら結構理系の子多いですね。おー、なるほど。多分あの理系が見られるオンラインの個別指導ってあんま多くない。はいはいはい。多分なので、それこそ他にもいろんなこう塾さんあるんですけど、やっぱ文系系の塾多いじゃないですか。なるほどね。はい。なので多分ちょっとうちに少し来ていただきがちなのかな。まあただの統計的な揺れかもしれないですけど。おー、塾長としてのなんかポリシーみたいなのってあるんですか？はい、ポリシーはやっぱりですね、モチベーションが高い子に来てほしいと。なるほど。はい。なのでさっき先生言ったように、本当に我々の方に悩みで、本当にやる気のない子を、例えば1週間でやる気マックスでできないじゃないですか、はい、やっぱり、まあ、ずっと一緒にいるは別ですけど、あくまで塾という形式でやるならってなるのであれば、まあ、お金も普通のこう集団塾よりは高い料金を正直いただいているので、まあ、そういう意味ではもともとやる気があって、まあ、今まで勉強してたかどうかは問いませんと、その代わり、うん、だ成績は別に今までいくらでもいいので、今からめっちゃやってやるぞって子が来てくれれば全力でサポートしたいなっていうのが僕のポリシーだし、別にあの専門塾をやってる方を否定するわけじゃないですけど、僕はなんかそのなのでどんな子にも来てほしいので、学力とか志望で特に何も切ってないので、例えばあの学校も辞めちゃった子とか、うん、まあ、そういう子もあの見てますし、あの高2だけど高1の最初からやり直さないといけない子とかもいますし、もう高2でもうガンガンもう東大レベルの問題やってる子もいますし、まあ、個別だからこそできることっていうのを突き詰めていきたいなと思ってます。なるほど。うちもキャストアイスも塾ですけど、またねやってることは全然違いますし、違いますね。そうですね、はい、うちはもう教室もあったりとかオンラインもあったりとか、あとはうちはもう LINE がね、あので24時間見てるんで、ちょっとかわいそうなぐらい厳しいんですけど、まあだからそういうところも違いますから、いろんな塾のね、まあ、塾長の話を聞いて、うん、やっぱりこの人についていきたいなって思う塾にやっぱ入るべきだし、まあ、その方がやっぱさっきも言ったよね、モチベーションが上がりますからね、うん、そうですね、うん、だから自分がこの人になりたいと思うような人の、まあ、が経営してるような塾とか、あとはね先生がねこの人についていきたい、この人みたいになりたいって思う塾に入っていただけたら嬉しいですよね。はい、そうだと思います。はい、じゃあ今日ね小橋先生ありがとうございました。はい、ご紹介されてます。はい、じゃあこれから志望吸引です。お疲れ様でした。はい。